二軍日本一おめでとうございます。アニア V8 です。おめでとうございます。おはようございます。桑原しおりです。見事やりましたね。やりましたですね、 V8 さん。はい、いや本当、はい、ファームは日本一は初、初ですよ ね、 ね、26年ぶりの優勝、リーグはね、はい、はい、すごかったですね。はあ、坂倉打ちました、スリーラン、スリーラン、はい、一振り、うん、初球ですよ、はい、素晴らしかった、ね、感動しましたね、あれ、ね、まあ本当1軍の日本一の前にね、はい、2軍が決めてくれて幸先いいなっていうような雰囲気なんですけれども。いや本当ですよね、はい、皆さんもねやっぱり来てますよ。ラジオネームエリックさんが、ファーム日本一おめでとうございます。2軍でも逆転のカープは健在、強すぎます我らがカープ。坂倉選手、高橋光也投手の若越バッテリーを見ていると本当に将来が楽しみです。一軍もあと7勝すれば初の兄弟で日本一。アニアさんがシーズン中常々おっしゃっていた2勝1敗でポストシーズンを戦ってもらいたいです。いやその通りですよね、はい、そうですね、あと7勝か、7勝厳しい7勝ですけどね。厳しいけどまた目標がね、はい、あるからいいじゃないですか。そうですよ、ですよねえ。いやでもあの日本一っていうのは痺れましたがね、あの胴上げ見てると結構水本監督も重そうな。そうですよね。あれと笹岡はね体重減らした方がいいですよね絶対すいませんね、日本一のおめでたい話題の中に水を差すような感じですね。いやいやいや、お二人にはね、じゃなくてね、選手がね手首やらないから怪我するんじゃないかと思って心配ですもんね。そうですね、ですよ、だから何回上がったかな、よう数えなかったんですけどね、3回か4回ぐらいじゃないですか。重すぎて足置いてやめとこう、もうやめとこう怪我したらダメですからね。そうですね、本当ですよ、まあね、でも本当おめでたいことがなんか続いてる感じがね、嬉しい限りですか。いや嬉しいですよね、はい、アニアさんもね2軍監督時代ありましたが。そうですね、僕はもう胴上げはねもう嫌だから、すんなよ言って、はい、まあ、あの二軍監督辞めるときに一回やってもらったんですけどね、はい、怖いね胴上げって結構ねらしいですからね、はい、ですよ、だから僕はもう二度とやらんでいい言ったら、あの去年もやらされましたからね。去年ねカープが優勝したことで RCC の、はい、ラジオのタイムテーブルの表紙の撮影でマツダスタジアムでね、はい、させていただいて、あれも怖かったですね、みんな貧弱な体しとってからね、なんか大丈夫かいな思いましたからね。私結構こう道森さんとかが大事なところに行った時に、そうそうそう、一番道森さんは支えられるのかなって私は心配になりました、ね、彼が一番目立つとこいたんですからね、ちょっとドキドキしたんですけど、はい、まあ、そこを支えるから山崎隆三さんとかがそう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 、ちょっと気にしながら行ってくださっていましたからね。まあでも本当だね、でもよかったですね、胴上げ神経は嬉しいことですが、はい、ね、あのやっぱり二軍の選手がね、みんなよく頑張りましたよ。そうですね、はい、坂倉なんてね賞金50万円と副賞でまた10万円ぐらいもらったらしいですから、ね、あらららら、1日で60万円稼いでるんですからね、すごいですね。何買うんですかね。いやいやもうそれは親に、すごい、それはプレゼントするでしょ。今本当は違うもの買おうと思ってもこんなことが流れたらプレゼントせざるを得ない空気になってますよ、ね、坂倉選手もね、いやそれが一番ですね。まあね、はい、ありがたいことですね、両親にね何かかプレゼントするのはね、もうみんなに言われますよ、アニアさんがそう言ったよ言ってそうそうそう今聞いとるかもしれませんよ、もしかしたらね、はい、でもアニアさんが二軍監督やってる時ってそれこそまあ黒田さんがいらっしゃったりとか、ね、はい、いろんな選手ありましたけど、今みたいにこういろんな選手がいたんですか。だからね、ピッチャーは結構おったんですよ、ほうほう、人数も、ええ、野手がね全然足りなかったんですよ、だから僕の時はピッチャーがサード守ったり、はい、外野守ったりダイソー出したりピッチャーが、ピッチャーはー、ダイソーもピッチャーです。ちょっとびっくりな感じ。だからあの野手がね選手が少なかったんですよ、へえ、だからまあ、優勝するいうのはねまず無理だったんですけど、ね、まあ、ちょっとそれはねでまた僕はね、もう優勝はそんなにね意識してなかったですから、選手が育ってくれればいいなと思ったんですよ、でも最近のね二軍監督聞いたらね、勝って選手を育てるいうの監督が多いみたいですね。あ、そうですか。勝ち癖を覚えさすいう、
だから今の水本監督もそうが、巨人の戦った内田コーチも、あの監督もなんかそういう、そうなんですか、みたいなですよね。やっぱりその方が選手一人一人のモチベーションが上がっていくんでしょうね。上がるんでしょうね。はい、なるほどね。やっぱりどんどんこう時代によって教育方針みたいなのも変わってきてるんですかね。と思いますね。で今はもう三軍とかね、はい、育成とかいっぱいありますから ね、 うね、もう、はい、だから人数も多いですから、はい、まあね、今年のカープは二軍といっても二軍じゃない選手がたくさんいたので、ね、もうほとんどもう一軍経験者ばっかりですからね。でこの間野手も一軍いたのに、あ、ちょっと今休みで二軍来たなとか、そういうのがいっぱいあったので、そういうことですね。まあまあそれは優勝して、はい、それなりに ね、 ねっていうのも、はい、強いはずですよ。納得っていうのはありましたけれども、ね、うん、でもだから一軍とね差がないことですから、うん、来年も楽しみありますよね、まあ、将来的にもね。そうですね、はい、2軍の選手はいつ上がれるかって、本当にもうすぐいつでも上がれる感じだし、今1軍のね、あのやっぱこう中間の選手と競ってますからね。だから1軍の選手もうかうかしてられないっていう意味ではいいですね、気が引き締まってね、はいはい、まあこのファームのね日本一っていうのは嬉しいニュースだったんですが、うん、まあカープは先週からこの今日にかけていろいろ話題が実はありましたよね。ありますね、はい、まあ、あのお二人コーチの退任ですとか、そよぎ選手が自由契約でカープを離れるとか、はい、ちょっと悲しいというか寂しい話題もあったりはするんですけどもね。ですよね。だからまあ僕個人的な意見はね、石井拓郎コーチ、はい、川田コーチが抜けるいうのはね、はい、確かに痛いかもしれませんけどね、選手にそのことを植え付けてるいうのはね、ものすごいいいことだし、その後ね東で向井コーチがね、はい、育ててくれればね、だからそよぎもね、もう今だったらもうコーチでもいいんじゃないですかね。あ、本当そうですよ ね、 ね、でも今まだ現役に未練があるみたいですけど、まあ、やっぱりね、なるだけ長く続けたいのは野球が好きな証拠ですからね、わかるんですけどもね。そういうことですね。まあでもね、僕でもそうですね、できるんだったら1年でも長くね、現役でやってほしいですね、はい、そうですね、はい、まあね、どちらに行くか分かりませんけれども見たいですね、また活躍する姿、はい、そして、まあ、あの石井コーチ、川田コーチが、まあ、どこか、まあ、行くわけですけれども、まあ、プロ野球界がまた随分底上げされるなと思いました。そういうことですよね。カープをここまで育てた2人がまたどこかに行くってことは、そうそうそう、またそこのチームも強くなりで、はあ、強敵ですね、なってほしいですよね、まあ、そうですね、はい、だからあのカープ OB コーチがね、各球団に結構おるんですよ、だからやっぱりそういう人がね、あ、頑張ってる姿見たら嬉しいですもん。そうですよね、はい、そうやって盛り上げてもらえたらなとも思いますね。また詳しいことはね、各コーナーなので紹介していきましょう。スポーツ一直線。さあ、それではまずカープから、お邪魔パジャマさんのメールです。カープ2軍日本一おめでとうございます。高卒ルーキーバッテリーの活躍で内田さん率いる巨人軍を5対2で倒し、1軍よりいち早く日本一決めましたね。坂倉選手はもちろんのこと、高橋光也投手は素晴らしいピッチャーですね。この前江草投手がラジオで言っていましたが、高橋投手は絶好調だった、巨人の宇都宮投手みたいにキレのある投手らしいです。アニアさんには高橋光也投手をどう見ていますかっていう。いや本当にね、楽しみのある選手ですよね。おお、はい、だからあとはね、経験どん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 詰ましてね、はい、あの行ったら僕は面白いピッチャーだと思いますね。なるほどね、はい、楽しみですね。楽しみです。おー、やっぱこの、2軍のね、はい、日本一決める試合に出たピッチャー、はい、全員良かったですね。うーん、確かにそうなんですね、はい、球のキレが、みんなね145、6以上出ましたからね、すごかったですよ。なんか勢いもあっていいですね、キレもあってね、はい、あの高橋っていう投手多いですね、名前がね。結構いるんですよね。中村が一番多かったんですけどね。そうそう、いたんですけど、高橋選手も多くなってきましたね。はい、だんだん増えましたね。カープは同じ名字の選手多いから、やっぱ下の名前を、だから今度下の名前を今度覚えない感じ、ね、覚えなきゃいけませんね、はい、うん、まあ嬉しいことですよ、いろんな選手が活躍して、ね、はい、楽しみですよ。キャンちゃんは、そよぎ選手カープ退団は残念ですが、野球がしたくてもできない人、野球選手になりたくてもなれなかった人、野球選手になったけど静かにこの世界を去っていく人、そんな人たちの分まで動けなくなるまでやりきってほしい、どこのユニフォームでも応援します。
ですよね、うん、いや本当は本人がねやっぱこうまだ現役でやりたいいうことは未練があるということですから、そうですね、やれどこでもいいですよ、うん、できればやってほしいです、うん、僕個人的にもね、はい、彼好きですからね、まあ、やっぱり自分の中で納得しないとやめられませんよね、そういうことですよね、はい、まあね、カープ以外に行くことになれば残念で寂しいですが、寂しいけど頑張ってほしい、ね、まあ、また見たいです、はい、活躍する姿ね楽しみにしてもらいたいですね、はい、こちらがね、福山ゾッコンラブさんが先日の川田コーチ石井コーチの対談のニュースにとってもびっくりしました。川田コーチは広島から盗塁王を出すことが使命と言われ、見事に田中康介選手は35盗塁を決めましたね。一つ先の塁を狙うのは当たり前で、二つ先を考えるように言われていたそうです。石井コーチはつなぐことを重視して最強打線を作り上げると言われ、失敗を生かすこと、凡打でも進塁打をとして指導されてました。若手のために早出の練習もされましたね。お二人とも明るくて大好きなコーチでしたので、カープを退団されることが残念です。カープが日本一になって二人のコーチへの恩返しのプレーを見たいです。その通りですよね、選手がねやっぱこう二人のために ね応えてほしいですよね。その気も十分ですけれどもね、はいはい、まあでも本当にこの2人のコンビがうまくはまったなって感じでしたよね。はまりましたね、はい、特に川田コーチはね、はい、愛嬌があるんです、でチームムードメーカーですね、はい、首脳陣の中でも、ああそうなんですね、はい、そのこうキャラクターも相まってのキャラがいいキャラしてますから成果だったんでしょうね、はい、まあ、確かにいつもね三塁側にいらっしゃるコーチを見て、私も行くか行くか出ますかで見てましたもんね。そうそう、だから僕いつもね、はい、ベンチで練習終わりに帰ってきたら、はい、握手するんです、したらね、今日足も回せよ言ってよく言うんです。足も回せ言ってこれも日本シリーズの時にもカーッてやってもらわなきゃいけませんね。そういうことですね、CS とね、うん、足もね回してほしいですね。いや結構楽しみですもん、カメラに映るコーチの姿。そういうことですよ、はい、珍しいですよね、こんなにコーチをねあそこで注目されるのもね、はい、ですよ、はい、アニアソハチの直球ショー。このコーナーはアニアさんがカープスポーツの話題を中心に本音で熱く語るコーナーです。今日は今シーズンのカープの強さの秘密を改めてアニアさんに解説してもらいましょう。まあ、リーグ優勝からねしばらく日にちは経ちましたけれども、冷静に振り返って今年のカープの強さ、まずアニアさんどこにあったんでしょうかね。やっぱね投打のバランスがね、すごく良かったですね。まあ、やっぱりそこですかね、はい、やっぱまだ首脳陣とのね、はい、こうやっぱコミュニケーション、はい、ものすごいそういうのを感じましたね、練習の時からね、はい、はい。だからプレーの面でもこの精神的な面でもチーム状況が本当にいいってことですね。一つになったと思いますね、はい。だから緒方監督がもうもう指図戦でもコーチ連中がみんながやってくれて、でもう最終的には緒方監督が仕切るいう感じですからね、はい、素晴らしいいい流れができてるわけです。僕は最高やったと思います ね、 はね、はい。じゃあ今日はですね、まあ、その投打の投の方、投手陣についてね、分析してもらいたいなと思っております。はい、今シーズンはですね、二桁勝利を挙げた投手が3人いたわけですね。3人ですよね。薮田、岡田、大瀬良と。はい。頑張りましたね。まあ、野村はね、3回ぐらい、挑戦したんですけどね、リードしとって変わってひっくり返されたいうのがね、やっぱこう、今年の野村は運もなかったですね。まあちょっとねそこは残念でしたけれども、はい、ですよ。彼にはねやっぱり二桁勝ってもらいたかったですね。やっぱ日本人の中では彼がエースになってもらいたいんですよね。ああやっぱりそうですかね。やっぱチームを引っ張るにはね彼が一番大事だと思うんですよ。必要ですよね。ね、はい、ちょっとね今野村投手の話でたんで野村投手から見ていきましょうかね。はい、最多勝と最高勝率の2冠に去年ね輝いたんですけれども、9勝止まりに終わりましたが、でも投球回が155回3分の1ということで、やっぱりチーム最多ですから、ね、そういうことですよ。そこは違いますよね。それと防御率がいいですよね。はい、2点台の後半の方ですけど、2.78 ですからね、はい、うん、防御率もいいし、僕はね彼にはね勝ち星よりはね防御率1位に狙ってほしいんですよね。そうですね、ずっと言ってましたもんね、はい、言ってますよね、彼だったら、
うん、まあ、でもやっぱりこう見ていて野村投手の安定感というのは感じましたね。やっぱ感じましたよ、はい、あのただあの勝利にね、はい、あの恵まれなかった運がちょっとこう味方してくれんかったとこはあるんですけどね、まあ、厳しいところに来ましたもんね。エースというところで初戦に来るし、はい、3連戦の、うん、あんとあのやっぱりこう我慢強いピッチング、うん、彼はできますからね、はい、そういった意味ではすごく大きく成長はされてる、その飛躍の年だったと思いますよね。いやいや、もう最高ですよ、はい、去年が一番最高やったんですけど、うん、今年もね、これはもう実証してないんですけど、うん、僕はもう実証以上の価値はあったと思いますよ、ね、彼があのやっぱりあの若い選手を特に引っ張ってますからね、はい、大丈夫です、ちゃんとね野村投手のことはみんな見てますから、はい、ね、数字だけじゃないところがね、うん、まあ来年はまたやってくれると思います、ですね、まだ今から CS も、はい、ね、日本シリーズも投げてもらわないかん選手ですからね。ある意味一番頼りにしてますからね。もう僕も一番頼りしてますからね。はい、で、まあ、そこにね、まあ、助けられたのかもしれませんね。いろんな意味で若手3人、薮田投手が15勝。うん、まずね、ありましたけれども。最高だったですね。15勝3敗ですよ。すごい、ここは。どうですか、薮田投手。5回に1回ずつしか負けてないですね。それもすごい。確かになんかあまり負ける気はしない勢いがありましたね。そうです、はい、はい、素晴らしかったですね、うん、ただね、あの、うん、寂しいのはね、関東が2しかないんですよね。ああ、最後の方にね、こう出たから、そう、チャンスあったんですけど、あの、打たれましたからね、うん、あの、やっぱり100球ちょっと超えてからね、ちょっとあの、球威的なもんが、スピードがちょっと落ちるかな、いうとこはあったですね、あとはだから、まあ、スタミナ。はい。つけてほしいですね。投げるスタミナ。走るスタミナいうのと投げるスタミナ違いますからね。投げるスタミナをつけてほしい。おー、はい。投げるスタミナっていうのは練習も変わってくるんですか？そういうことですね。やっぱ投げ込みいうのが大事になってくるようですね。やっぱり投げ込みですか。はい、じゃあますますね。まあ、今後ももちろん CS 日本シリーズ大事なところ、薮田投手はね、そうですね、担うことになりますね。それと、もう一つはね、はい、防御率も 2.58 で、ものすごいいいんですけど、僕は投球回数をね、はいはい、143イニング以上投げてほしいなと思いますね。129とちょっと足りないんですよね。ちょっと足りないんですよね。はい、まあ最初は、ね。まあ最初は中継ぎで行きましたからね。ね、だから、まあ仕方ないことですけど、来年の目標はもう143イニング以上の、はい、投球回数を投げてほしいなと思いますね。そうですね。はい、そして岡田投手の12勝。うん。うん、これはもう、最高に出来が良かったんじゃないですか。うん。うん。12勝5敗。はい、ね。はい。7つの貯金チームにもたらしてますからね。ね、すごいですよね。素晴らしいですね。はい。このなんかひょうひょうとした雰囲気が、そう。ね、いいのかもしれない。みんなにね、愛嬌があってね、あの、まあ、みんなにアイドルみたいなもんですよ、あれ。可愛らしいですね。いや、本当に。うん。うん。あの、ヒーローインタビュー特にね、あの、中年の人にね、人気あるんですよね。まあ、わかりますよ。こう、なんか、そんなに気の利いたこと言うわけじゃないんだろうけど、なんか可愛らしいんですよ。はにかむ雰囲気がね。はい、はい。ね、でも12勝って本当に立派な。いや、立派ですよ。成績上げましたから。はい、あの、ちょっと防御率がね、4点台いうのはね。ね、あの、もうちょっと、3点の前半だったらいいんですけどね。うん、3点後半から4点台いうのはちょっとこう、打たれすぎかな、いうとこはあるんですけどね、はい。岡田投手はここ直した方がいいよとかありますか、気になる部分。まあ、だから、あの、やっぱこう、1イニングにね、大量失点するケースがあるんですよね。はいはいはい、それを直してほしいなと思いますね。それがなかったらね、まだまだ勝てますよ。途中からあらっていうね、ことが何度かありましたね。なんか1イニングにね、大量失点するイニングがあるんですよね。5回とか3回、3回、5回、7回ぐらいですかね。だから、はい、あの辺で要注意なんですよね。ね、そこがね、変わるとまたうんとね、はい、成長しますもんね。いや、もう球速いしね、三振取れる。ピッチャーですからね、はい。はい。楽しみ十分にありますよね。そして大瀬良投手も10勝2桁あげましたからね、うん。もう最後の最後にね。よかったです、はい。よく頑張って投げましたよね。はい。彼はもう、まあ将来的にはね、野村の後のエースになってもらいたいぐらいのね、あの選手で、まあ、前評判もよく入ってきた、入団した選手ですからね。はい。彼はね、あの、僕は人が、の良さがね、マウンドに現れるんじゃないかなと思うんです、投球にね。だからやっぱもうちょっとね、あの、まあ、心を鬼にして、インサイド厳しい球をね、もうちょっと
覚えたらまだまだ勝てます。あのインサイド投げるときにものすごい遠慮気味に投げるんですよね。だからそれが甘くなったりボールになったりして打たれるケースが多いんですよね。だからもうちょっとこう、うん、もし、まあ、今年まだ CS とか日本シリーズ抜いて去年に来年に、あの期待するんだったらそこを来年をキャンプからずっとやってもらいたいなと思います。ちょっと意地悪なぐらいでそのぐらいになってほしいですよね。うーん、はい、なるほど。だから菅野に当てられてもね、うん、大丈夫に行こうとして笑ってね、済ますんじゃなくてゴンと、ね、睨むぐらいになってほしかったんですけどね。でもな、でも大瀬良投手のあの笑顔がやっぱりね、またこのおばちゃんが、ま、いい子だねってなっちゃうんですよ。ほんとほんと、あの性格の良さというかね、はい、雰囲気の良さがね、まあ、性格は変えんでもいいですからね。そう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 、 ただ思い切りインサイドを攻めれるピッチャーに、うん、なってもらいたいな。じゃあマウンド上だけにちょっと変えてもらったら、はい、っていうことですね。ですよね、はい、あの普段はもう、うん、あのまま今でいいです。最高ですよね、はい、まあね、本当これからまだまだ楽しみなこの3人のね、2桁勝利でした、うん、あとは先発陣でいうとちょっとジョンソン投手に関して ね、まあ、彼はね、やっぱね、今年はね、今シーズンは不幸が続きすぎですね、はい、開幕でもね、やっぱこう彼の時だけ雨が降ってね、そうあれから体調崩して休みましたからね。寒かったんですよ、あれ見に行きましたけど、ちょっとかわいそうでした、気の毒です、うん、あの日は。ですです、はい、僕もそう思いましたけどね、特にまた雨に弱いんですよ ね、 そうですね、雨降ったらもうイライラしてね、うん、投球がこう鈍るいうか、ね、それで、まあ、ちょっと体調も崩しちゃったんで、開幕の後ね。そう。まあ、そこからが、なかなか、ね、乗れなかったっていうところがあったかもしれませんが。ありましたね、確かにね。結局、13試合の登板で6勝3敗。うん、防御率が 4.01 か、ね、はい。6勝3敗言ったらね、まだやっぱ貯金してますからね。そうですね。はい、まあ、実績。防御率がちょっと悪すぎますけどね。はい。まあ、よくね、でもここまで勝ちましたね、いや、本当、あの、後半出てきて、てくれたいうことですよね。はい。どうですかね、これからまあ CS 日本シリーズは。いや、僕はだからあの CS の開幕投手はジョンソンで、はい、恐らくいいんじゃないか、僕は押したい。うーん。僕だったらですよ。なるほど。はい。あのカープの首脳陣尾形監督はな考えているかどうかは知りませんけど。まあね、はい。まあジョンソン投手に関してはね、まああの。これからまた後半が、ね、もう全然やってくれる、はい、と信じてますからね、はい、そうですね、心配なく応援しましょう。まあ一番ね、うん、あの頑張ってくれたのはクリアレンじゃないですかね、うん、あ、確かに選抜中継ぎといろんなところでね、はい、よく頑張ってくれましたね、はい、はい、ね、35試合登板で13試合に先発して9勝5敗、うん、9勝いってますからね。そうですよ、うん、だからやっぱこう大したもんですよね、うん、まあ中継ぎでね、あのいい勝ち方も何回かあったんですけど、うん、やっぱこう運も月も味方にしとるピッチャーですよ ね、 ね、はい、すごくやっぱり全力で向かう姿が好きですっていうファンも多いですからね。いや多いですよ、まあ、顔もいいしね、まあ、そこも大きいです ね、はい、ね、あと、まあ、リリーフ陣なんですけれども、うん、やっぱり今年リリーフ陣頑張りました、すごくね。そうですね、やっぱこう僕はまあ今年のリリーフでね一番頑張ったのは中田蓮、うわ、よかったですよね、うん、あのちょっとこう影薄いんですけどね、2勝4敗でね、あのやっぱこう防御率2点台ですからね、うん、彼はね一番苦しいところで出てきたのが彼なんです、まあ、ノーアウト満塁とかね、そう見てて気の毒なとこです、うん、いつも出てきました。いや本当、はい、そこで抑えれるのが彼なんですよね。立派でした、後半ちょっと打たれましたけどね、はい、疲れも出たんかもしれませんね、はい、いやでも本当に前半はしびれると思いながら見てましたもん。そう、素晴らしかったですね。いや本当あの、彼はなかったら、彼いなかったらね、ここまでなかったと思いますからね。そうですね、はい、いやもう中田投手はね、なかなか この野村投手と一緒で数字に現れないところの活躍ぶりの大きさがありますもんね。同じ中継ぎでもそういうとこありますね。ね、数字には出てないけど、ちょっと出にくいところに出てくるタイプでしたからね、はい、出番が、うん、あのすごく頑張ったピッチャーですよね。そうですね、はい、まあ、あとねセットアッパーとして、まあ、ジャクソンとか市岡投手ももちろん良、ね、うん、かったですね。今年中継ぎ良かったですよね。そうですね、はい、あの全体的に、うん、特に今村、あ、はい、彼もね、あのやっぱ中崎がちょっと休んでる間にセット、抑えになりましたからね。はい、抑えになりまして、こう、活躍しましたからね。うん。まあ、また中崎が途中から上がってきて、今度逆に
ね、前中崎の前投げるようになりましたね。そうなりましたけれどもね。はい、まあこの二人のまあ抑えは良、まあ、かったですね。前半が今村投手が頑張って、また後半中崎投手が抑えて頑張って。そういうことですよね。はい、あの本当にちょうどタイミングよく二人が頑張りましたね。そうですね。あの前半と後半でね。はい、まあねこの二人も表情を変えずに厳しい場面でも。そういうことですね。表情変えないのがまたいいかもしれませんよね。そうですね、はい。ドキドキしながらもねよく抑えてくれたなという感じです。うん、まあこうやって見るとね本当もういい選手ばっかりですが、他にも気になった投手っていますか今シーズン。僕はねあの今シーズン若手がね、はい、ここまで出てこれたのは床田。ああ。彼がね、やっぱあの前半の若手で最初に一軍で勝ったピッチャーなんですよね。そうなんですよね。だから彼がね、やっぱ頑張ったおかげでみんなも、よっしゃあいつに負けないように頑張ろういう、僕はそれがあったと思うんですよね。今ね、ちょっとあの、ずっと出てはないんですけれども。はい、うん、でも彼の力はね、僕は相当大きかったなと思いますね。そうですね。早くね、復、は、帰、い。してもらいたいなという気がしますけれどもね。来年はね、また開幕から ね出てもらいたいですよね。はい。まああとね、あの若手で中村優太投手もね、後半すごく頑張ってくれましたね。うん、よく頑張りましたよね。うん、4勝1敗ですけどね。ねえ、はい。防御率もいいですよ。うん、3.74、はい、ですもんね。まあまあ彼にしたらいい方ですよね。うん、まあだから中村優太投手なんかもね、あのこれからの戦いに食い込んでくる可能性があると。いやベンチ入ると思いますからね。はい、楽しみ。多分中継ぎで行くんだろうと思いますけど。ああなるほどね。あと2軍とかのまだ他の若手もいますか。うん、だからね僕、うん、一番悔しいのはね福井なんですよね。そうですね。うん、彼はね、うん、毎年毎年期待しとるんですけど、今年は特に悪かったですよね。ね、ファンもたくさんいるんで、よく番組にもメールファックスが来るんですけれどもね。そういうことですよね。だから、あの、それと、加藤。はい。が、もうちょっと頑張ってくれるかなと思ったんですけど、ちょっとこう、1勝3敗。はい。ですよね。はい、うん、ちょっとこう、逆になってほしかったなと思うんですよ。福井と2人ともね。ああ、なるほどね。はい。2人とも1勝3敗でしょ。そうですね。でもね、加藤の場合はね、あの今年、まあ、婚約かな、あ、結婚かな、なんかね、結婚って出ましたね、なってましたから、はい、来年はやってくれると思いますよ。おな、若いな、若いんだけど結婚かってびっくりしましたけど。いやいや、ピッチャーはね、あの早い方がいいピッチャーもいっぱいいますから、うん、特にあのやっぱこう一人じゃないですか、まあそうですね、9人おってマウンドでね、うん、孤独なのはピッチャーなんですよね。そう、どうしてもね、だからやっぱりこう結婚してあの試合終わって家帰ってこうやっぱり話し相手がいるのはね、またいいことですよ。まあ、ほっとする場所ができるってことですもんね。そういうことですね。はい、じゃあまたこれからの活躍が気になりますね。いやもう全然あの来年やってくれると思いますよ。そうですね、きっとね。はい、ということで、まあ投手はねこうやっていい装置揃ってますから、これからの試合なんですけれども、ファーストステージがいよいよね、14日土曜日から始まりますね。クライマックスシリーズ。で、まあ、阪神か DeNA か、どちらか勝ち上がってきた方と、18日からファイナルステージでカープは戦うということになっています。いや、本当ここは、あの、阪神、横浜もね、僕楽しみにしとるんですけどね。あの、ずっと、見てみようかなとは思います。目が離せませんよね。そういうことです。カープファンとしてはね。で、じゃあ、あの、このコーナーで来週はね、野手陣を振り返っていきたいと思いますんでね。はい。はい、またお楽しみに。アニア総八の直球勝負でした。したよね。はい。彼はもう、まあ、将来的にはね、野村の後のエースになってもらいたいぐらいの、ね、あの、選手で、まあ、前評判もよく入ってきた、入団した選手ですからね。はい。彼はね、あの、僕は人が、の良さがね、マウンドに現れるんじゃないかなと思うんです、投球にね。だからやっぱもうちょっとね、あの、まあ、心を鬼にして、インサイド厳しい球をね、もうちょっと覚えたら、まだまだ勝てます。あの、インサイド投げるときに、ものすごい遠慮気味に投げるんですよね。だからそれが甘くなったり、ボールになったりして打たれるケースが多いんですよね。だからもうちょっとこう、うん、もし、まあ、今年まだ CS とか日本シリーズ抜いて、去年に、来年に、あの、期待するんだったら、そこを
来年はキャンプからずっとやってもらいたいなと思います。ちょっと意地悪なぐらいで、そのぐらいになってほしいですよね。うん、なるほど。だから菅野に当てられてもね、うん、大丈夫、ニコッとして笑ってね、済ますんじゃなくてゴンと睨むぐらいになってほしかったんですけどね。でもな、でも大瀬良投手のあの笑顔がやっぱりね、またこのおばちゃんがいい子だねってなっちゃうんですよ。本当本当、あの性格の良さというかね、はい、雰囲気の良さね、まあ、性格が変えんでもいいですからね。ただ思い切りインサイドを攻めれるピッチャーに、うん、なってもらいたいな。マウンド上だけにちょっと変えてもらったら、はい、っていうことですね。ですよね。はい、あの普段はもう、うん、あのまあまあ、今でいいです。最高ですよね。はい、まあね、本当これからまだまだ楽しみなこの3人のね、2桁勝利でした。うん、あとは先発陣でいうと、ちょっとジョンソン投手に関してね。あ、彼はね、やっぱね、今年はね、今シーズンは不幸が続きすぎですね。はい。開幕でもね、やっぱこう、彼の時だけ雨が降ってね。そうなんですよ。あれから体調崩して休みましたからね。寒かったんですよ、あれ。寒かった。見に行きましたけど、ちょっとかわいそうでした。気の毒です、うん、あの日は。ですです、はい。僕もそう思いましたけどね。特にまた雨に弱いですよね。そうですね。雨降ったらもうイライラしてね、投球がこう、鈍るいうか。ね、それで、まあ、ちょっと体調も崩しちゃったんで、開幕の後ね。そう。まあ、そこからが、なかなか、ね、乗れなかったっていうところがあったかもしれませんが。ありましたね、確かにね。結局、13試合の登板で6勝3敗。うん、防御率が 4.01 か、ね、はい。6勝3敗言ったらね、まだやっぱ貯金してますからね。そうですね。はい、まあ、実績。防御率がちょっと悪すぎますけどね。はい。まあ、よくね、でもここまで勝ちましたね、いや、本当、あの、後半出てきて、てくれたいうことですよね。はい、どうですかね、これからまあ CS 日本シリーズは。いや、僕はだからあの CS の開幕投手はジョンソンで、はい、僕は押したい。うーん、僕だったらですよ。なるほど。はい、あのカープの首脳陣、尾形監督は考えているかどうかは知りませんけど、まあね、はい、まあジョンソン投手に関してはね、まああのこれからまたシリーズも投げてもらわないかん選手ですからね。ある意味一番頼りにしてますからね。もう僕も一番頼りしてますからね。はい。で、まあそこにね、まあ助けられたのかもしれませんね。いろんな意味で若手3人、薮田投手が15勝、うん、まずねありましたけれども。最高だったですね。15勝3敗ですよ。すごいここは、どうですか薮田。5回に1回ずつしか負けてないですね。それもすごい。確かになんかあまり負ける気はしない勢いがありましたね。そうです。はい。はい。素晴らしかったですね。うん、ただね、寂しいのはね、関東が2しかないんですよね。ああ。最後の方にね、こう出たから。そう、チャンスあったんですけど、打たれましたからね。やっぱり100球ちょっと超えてからね、ちょっと球威的なもんが、スピードがちょっと落ちるかな、いうとこはあったですね。あとはだから、まあ、スタミナ。はい。つけてほしいですね。投げるスタミナ。走るスタミナいうのと、投げるスタミナ違いますからね。投げるスタミナをつけてほしい。はい、投げるスタミナっていうのは練習も変わってくるんですか？そういうことですね。やっぱ投げ込みいうのが大事になってくるようですね。やっぱり投げ込みですか。はい、じゃあ、ますますね。まあ、今後ももちろん CS 日本シリーズ、大事なところ、薮田投手はね、そうですね、担うことになりますね。それと、もう一つはね、はい、防御率も 2.58 で、ものすごいいいんですけど、僕は投球回数をね、はいはい、143イニング以上投げてほしいなと思いますね。129とちょっと足りないんですよね。ちょっと足りないんですよね。はい、まあ最初は、ね。まあ最初は中継ぎで行きましたからね。だから、まあ仕方ないことですけど、来年の目標はもう143イニング以上の、はい、投球回数を投げてほしいなと思いますね。そうですね。はい、そして岡田投手の12勝。うん。これはもう、最高に出来が良かったんじゃないですか。うん。12勝5敗。ね。はい。7つの貯金チームにもたらしてますからね。すごいですよね。素晴らしいですね。はい。このなんかひょうひょうとした雰囲気が。そう。ね、いいのかもしれない。みんなにね、愛嬌があってね。まあ、みんなにね、アイドルみたいなもんですよ、あれ。可愛らしいですね。いや、本当に。うん。ヒーローインタビュー特にね。中年の人にね、人気あるんですよね。まあ、わかりますよ。こう、なんか、そんなに気の利いたこと言うわけじゃないんだろうけど、なんか可愛らしいんですよ。はにかむ雰囲気がね。はい、はい。ね、でも12勝って本当に立派な。いや、立派ですよ。成績上げましたから。はい、ちょっと防御率がね、4点台いうのはね。もうちょっと、3点の前半だったらいいんですけどね。3点後半から4点台いうのはちょっとこう、
うん、打たれすぎかなあいうとこはあるんですけどね、はい、岡田投手はここ直した方がいいよとかありますか、気になる部分。まあだからやっぱこう1イニングにね大量失点するケースがあるんですよね、はいはいはい、それを、はい、アニアソハチの直球ショー。このコーナーはアニアさんがカープスポーツの話題を中心に本音で熱く語るコーナーです。今日は今シーズンのカープの強さの秘密を改めてアニアさんに解説してもらいましょう。まあ、リーグ優勝からねしばらく日にちは経ちましたけれども、冷静に振り返って今年のカープの強さ、まずアニアさんどこにあったんでしょうかね。やっぱね投打のバランスがね、うん、すごく良かったですね。まあ、やっぱりそこですかね、はい、やっぱまた首脳陣とのね、はい、こうやっぱコミュニケーション、はい、ものすごいそういうのを感じましたね。練習の時からね、はい、はい。だからプレーの面でもこの精神的な面でもチーム状況が本当にいいってことですね。一つになったと思いますね。はい。だから緒方監督がもうもう指図戦でもコーチ連中がみんながやってくれて、でもう最終的には緒方監督が仕切るいう感じですからね、はい、素晴らしいいい流れができてるわけです。僕は最高やったと思いますね。はい。じゃあ今日はですね、まあ、その投打の投の方、投手陣についてね、分析してもらいたいなと思っております。はい、今シーズンはですね、二桁勝利を挙げた投手が3人いたわけですね。3人ですよね。薮田、岡田、大瀬良と。はい。頑張りましたね。まあ、野村はね、3回ぐらい、挑戦したんですけどね、リードしとって変わってひっくり返されたいうのがね、やっぱこう、うん、今年の野村は運もなかったですね。まあちょっとねそこは残念でしたけれども、はい、ですよ。彼にはねやっぱり二桁買ってもらいたかったですね。やっぱ日本人の中では彼がエースになってもらいたいんですよね。ああやっぱりそうですかね。やっぱチームを引っ張るにはね彼が一番大事だと思うんですよ。必要ですよね。ね、はい、ちょっとね今野村投手の話でたんで野村投手から見ていきましょうかね。はい、最多勝と最高勝率の2冠に去年ね輝いたんですけれども、うん、9勝止まりに終わりましたが、でも投球回が155回3分の1ということで、うん、やっぱりチーム最多ですから、ね、そういうことですよ。そこ違いますよね。それと防御率がいいですよね、はい、2点台の後半の方ですけど、2.78 ですからね、はい、うん、防御率もいいし、僕はね彼にはね勝ち星よりはね防御率1位に狙ってほしいんですよね。そうですね、ずっと言ってましたもんね、はい、できますよね、彼だったら、うん、まあ、でもやっぱりこう見ていて野村投手の安定感というのは感じましたね。やっぱ感じましたよ、はい、ただ勝利にね、はい、恵まれなかった運がちょっとこう味方してくれんかったとこはあるんですけどね、まあ、厳しいところに来ましたもんね、エースというところで。そう、初戦に来るし、はい、3連戦の、うん、やっぱりこう我慢強いピッチング、うん、彼はできますからね、はい、まあ、そういった意味ではすごく大きく成長はされてる、その飛躍の年だったと思いますよね。いやいやもう最高ですよ。投げるときにものすごい遠慮気味に投げるんですよね、だからそれが甘くなったりボールになったりして打たれるケースが多いんですよね、だからもうちょっとこう、うん、もし、まあ、今年まだ CS とか日本シリーズ抜いて去年に来年に、期待するんだったら、そこを来年はキャンプからずっとやってもらいたいなと思います。ちょっと意地悪なぐらいで。そのぐらいになってほしいですよね。うん、はい、なるほど。だから菅野に当てられてもね、うん、大丈夫、ニコッとして笑ってね、済ますんじゃなくて、ゴンと睨むぐらいになってほしかったんですけどね。でもな、でも大瀬良投手のあの笑顔がやっぱりね、またこのおばちゃんが、またいいんですよね、いい子だねってなっちゃうんですよ。ほんとほんと。あの性格の良さというかね、はい、雰囲気の良さ、ね。まあ、性格は変えんでもいいですからね。そう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 。ただ思い切りインサイドを攻めれるピッチャーに、うん、なってもらいたいな。じゃあマウンド上だけにちょっと変えてもらったら、はい、っていうことですね。ですよね。はい、普段はもう、うん、今でいいです。最高ですよね。はい、まあね、本当これからまだまだ楽しみなこの3人のね、2桁勝利でした。うん、あとは先発陣で言うと、ちょっとジョンソン投手に関してね。あ、彼はね、やっぱね、今年はね、今シーズンは不幸が続きすぎですね、はい、開幕でもね、やっぱこう彼の時だけ雨が降ってね、そうあれから体調崩して休みましたからね。寒かったんですよ、あれ寒かった、見に行きましたけど、ちょっとかわいそうでした、気の毒です、うん、あの日はですです、はい、僕もそう思いましたけどね、特にまた雨に弱いんですよ ね、 そうですね、雨降ったらもうイライラしてね、投球、うん、がこう鈍るいうかね、それで、まあ、ちょっと体調も崩しちゃったんで、開幕の後ね。そう。まあ、そこからが、なかなか、ね、乗れなかったっていうところがあったかもしれませんが。ありましたね、確かにね。
結局13試合の登板で6勝3敗、うん、防御率が 4.01 か、ね 6勝3敗言ったらね、うん、まだやっぱ貯金してますからね。そうですね、はい、まあ、実績防御率がちょっと悪すぎますけどね、はい、まあ、よくね、でもここまで勝ちましたね。いや本当、あの後半出てきてくれたいうことですよね。はい、どうですかね、これからまあ CS 日本シリーズは。いや僕はだから、あの、CS の開幕投手はジョンソンで、はい、僕は押したい。僕だったらですよ。なるほど、はい、あの、カープの首脳陣、緒方監督は考えてるかどうかは知りませんけど。まあね、はい。まあ、ジョンソン投手に関してはね、まあ、あの、これからまた後半が、ね、いや、もう全然やってくれる、はい、信じてますからね。はい、そうですね、心配なく応援しましょう。まあ一番ね、うん、あの、頑張ってくれたのはクリアレンじゃないですかね。ああ、確かに。選抜中継ぎ。いろんなところでね。はい。よく頑張ってくれましたね。はい。ね、35試合登板で13試合に先発して9勝5敗。うん。9勝いってますからね。そうですよ。うん。だからやっぱりこう大したもんですよね。うん、まあ中継ぎでね、あの、いい勝ち方も何回かあったんですけど。うん。やっぱこう運も、まあ、野村はね、3回ぐらい、あの、挑戦したんですけどね、リードしとって、変わってひっくり返されたいうのがね、やっぱこう、今年の野村は運もなかったですね。まあ、ちょっとね、そこは残念でしたけれども。はい、ですよ。彼にはね、やっぱり2桁勝ってもらいたかったですね。やっぱあの、日本人の中では、彼がエースになってもらいたいんですよね。ああ、やっぱりそうですかね。やっぱチームを引っ張るにはね、彼が一番大事だと思うんですよ。必要ですよね。ね、はい。ちょっとね、今野村投手の話出たんで、野村投手から見ていきましょうかね。はい。最多勝と最高勝率の2冠に去年ね、輝いたんですけれども、うん、9勝止まりに終わりましたが、でも投球回が155回、3分の1ということで、うん、やっぱりチーム最多ですから、そういうことですよ。ね、そこ違いますよね。それとあの、防御率がいいですよね。はい、2点台の後半の方ですけど、2.78 ですからね、はい、うん、防御率もいいし、僕はね、彼にはね、あの、勝ち星よりはね、防御率1位に狙ってほしいんですよね。そうですね、ずっと言ってましたもんね。はい、言ってますよね、彼だったら。うん、まあ、でもやっぱりこう、見ていて、野村投手の安定感というのは感じましたね。やっぱ感じましたよ。はい、あの、ただ、あの、勝利にね、あの、恵まれなかった、はい、運がちょっとこう、味方してくれんかったとこはあるんですけどね。まあ、厳しいところに来ましたもんね、エースというところで。そう、初戦に来るし、はい、3連戦の、うん、あん、と、あの、やっぱりこう我慢強いピッチング、うん、彼はできますからね、はい、まあ、そういった意味ではすごく大きく成長はされてる、その飛躍の年だったと思いますよね。いやいや、もう最高ですよ、はい、去年が一番最高やったんですけど、今年もね、これはもう実証してないんですけど、僕はもう実証以上の価値はあったと思いますよ、ね、彼が、あの、やっぱあの、若い選手を特に引っ張ってますからね、はい、大丈夫です、ちゃんとね、野村投手のことはみんな見てますから、はい、ね、数字だけじゃないところがね、うん、まあ来年はまたやってくれると思います、ね、まだ今から CS も、はい、ね、日本シリーズも投げてもらわないかん選手ですからね。ある意味一番頼りにしてますからね。はい、もう僕も一番頼りしてますからね。はい。で、まあ、そこにね、まあ、助けられたのかもしれませんね。いろんな意味で若手3人、薮田投手が15勝。うん、まずね、ありましたけれども。最高だったですね。15勝3敗ですよ。すごい、ここは。どうですか、薮田投手。5回に1回ずつしか負けてないですよね。それもすごい。確かになんかあまり負ける気はしない勢いがありましたね。そうです、はい。はい。素晴らしかったですね。うん、ただね、あの、うん、寂しいのはね、関東が2しかないんですよね。ああ、最後の方にね、こう出たから。そう、チャンスあったんですけど、あの、打たれましたからね。うん、あの、やっぱり100球ちょっと超えてからね、ちょっとあの、球威的なもんが、スピードがちょっと落ちるかな、いうとこはあったですね、えー。あとはだから、まあ、スタミナ。はい。つけてほしいですね。あ、まだ投げるスタミナ。走るスタミナいうのと、投げるスタミナ違いますからね。投げるスタミナを。どこですからね。わかるんですけどもね。そういうことですね。うん、まあ、でもね、僕でもそうですね。できるんだったら1年でも長く、ね、現役でやってほしいですね。はい、そうですね、はい。まあね、どちらに行くか分かりませんけれども、見たいですね。また活躍する姿。はい、そして、まあ、あの、石井コーチ、川田コーチが、まあ、どこか、まあ、行くわけですけれども、まあ、プロ野球界がまた随分底上げされるなと思いました。そういうことですね。カープをここまで育てた2人がまたどこかに行くってことは、そうそうそう、またそこのチームも強くなりで。はあ、強敵ですね、うん。なってほしいですよね。まあ、そうですね。はい、だから、あの、カープ OB コーチがね、
各球団に結構おるんですよ、だからやっぱりそういう人がね、頑張ってる姿見たら嬉しいですもん。そうですよね、はい、そうやって盛り上げてもらえたらなとも思いますね。また詳しいことはね、各コーナーなので紹介していきましょう。スポーツ一直線。さあ、それではまずカープから。お邪魔パジャマさんのメールです。カープ2軍日本一おめでとうございます。高卒ルーキーバッテリーの活躍で内田さん率いる巨人軍を5対2で倒し、1軍よりいち早く日本一決めましたね。坂倉選手はもちろんのこと、高橋光也投手は素晴らしいピッチャーですね。この前江草投手がラジオで言っていましたが、高橋投手は絶好調だった、巨人の内海投手みたいにキレのある投手らしいです。アニアさんには高橋光也投手をどう見ていますかっていう。いや本当にね、楽しみのある選手ですよね。おー、はい、だからあとはね、経験どん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 詰ましてね、はい、行ったら僕は面白いピッチャーだと思いますね。なるほどね、はい、楽しみですね。楽しみです。おー、やっぱこの2軍のね、はい、日本一決める試合に出たピッチャー、はい、全員良かったですね。うーん、確かにそうなんですね、はい、球のキレが、みんなね145-6以上出ましたからね。すごかったですよ。なんか勢い持っていいですね、キレ持ってね、はい、高橋っていう投手多いですね、名前がね。結構いるんですよね。中村が一番多かったんですけどね。そうそう、いたんですけど、高橋選手も多くなってきましたね。はい、だんだん増えましたね。カープは同じ名字の選手多いから、やっぱ下の名前を、だから今度下の名前を今度覚えない感じですよね。覚えなきゃいけませんね、はい、うん、まあ嬉しいことですよ、いろんな選手が活躍してね、はい、楽しみですよ。キャンちゃんは、そよぎ選手、カープ退団は残念ですが、野球がしたくてもできない人、野球選手になりたくてもなれなかった人、野球選手になったけど静かにこの世界を去っていく人、そんな人たちの分まで動けなくなるまでやりきってほしい。どこのユニフォームでも応援します。ですよね、うん、いや本当は本人がね、やっぱこうまた現役でやりたいいうことは、ね、未練があるということですから。そうですね、やれどこでもいいですよ、うん、できればやってほしいです、うん、僕個人的にもね、はい、彼好きですからね、まあ、やっぱり自分の中で納得しないというコーチへの恩返しのプレーを見たいです。その通りですよね、選手がねやっぱこう2人のためにね、応えてほしいですよね。その気も十分ですけれどもね、はいはい、まあでも本当にこの2人のコンビがうまくはまったなって感じでしたよね。はまりましたね、はい、特に川田コーチはね、はい、愛嬌があるんです、でチームムードメーカーですね、はい、首脳陣の中でも。あ、そうなんですね、はい、そのこうキャラクターも相まってのキャラがいいキャラしてますから成果だったんでしょうね、はい、まあ、確かにいつもね三塁側にいらっしゃるコーチを見て、私も行くか行くか出ますかで見てましたもんね。そうそう、だから僕いつもね、はい、ベンチで練習終わりに帰ってきたら、はい、握手するんです、したらね、今日足も回せよ言ってよく言うんです。足も回せ言ってこれも日本シリーズの時にもカーッてやってもらわなきゃいけませんね。そういうことですね、CS とね、うん、足もね回してほしいですね。いや結構楽しみですもん、カメラに映るコーチの姿。そういうことですよ、はい、珍しいですよね、こんなにコーチをねあそこで注目されるのもね、はい、ですよ、はい、アニアソハチの直球ショー。このコーナーはアニアさんがカープスポーツの話題を中心に本音で熱く語るコーナーです。今日は今シーズンのカープの強さの秘密を改めてアニアさんに解説してもらいましょう。まあ、リーグ優勝からねしばらく日にちは経ちましたけれども、冷静に振り返って今年のカープの強さ、まずアニアさんどこにあったんでしょうかね。やっぱね投打のバランスがね、すごく良かったですね。まあ、やっぱりそこですかね、はい、やっぱまた首脳陣とのね、はい、こうやっぱコミュニケーション、はい、ものすごいそういうのを感じましたね、練習の時からね、はい、はい、だからプレーの面でもこの精神的な面でもチーム状況が本当にいいってことですね。一つになったと思いますね、はい、だから緒方監督がもうもう指図戦でもコーチ連中がみんながやってくれて、でもう最終的には緒方監督が仕切るいう感じですからね、はい、素晴らしいいい流れができてるわけです。僕は最高やったと思いますね。はい、じゃあ今日はですね、まあ、その投打の党の方、投手陣についてね、分析してもらいたいなと思っております。はい、今シーズンはですね、二桁勝利を挙げた投手が3人いたわけですね。3人ですよね。矢蓋、
岡田、大瀬良と。はい。頑張りましたね。まあ、野村はね、3回ぐらい、挑戦したんですけどね。リードしとって、変わってひっくり返されたいうのがね、やっぱこう、今年の野村は運もなかったですね。まあ、ちょっとね、そこは残念でしたけれども。はい、ですよ。彼にはね、やっぱり二桁勝ってもらいたかったですね。やっぱ日本人の中では、彼がエースになってもらいたいんですよね。ああ、やっぱりそうですかね。やっぱチームを引っ張るにはね。